影の季節は、横山秀夫による日本の短編推理小説。第5回、松本清張賞受賞作。第120回直三35賞候補作。2000年から2004年にかけてと2016年4月18日と4月25日に、テレビドラマ化された。それまでの警察小説と異なり、 刑務課調査官という管理部門の警官を主人公に据えた作品である。本作の主人公に私が所属するのは d 県警という架空の警察本部で d 県警シリーズの一つでもある。原作が短編作品のため影の季節収録作品以外からも映像化された。原作ではに私は影の季節のみで主人公を務めるがドラマでは前作で 主人公になっている。2000年から2004年まで TBSK で放送されたシリーズ全7回。主演は上川隆也。放送枠は月曜ドラマスペシャル月曜ミステリー劇場。キャスト神奈川県警察本部警務部神奈川県警察の関係者神奈川県港警察署その他。 ゲストスタッフエピソードリスト2016年4月18日と4月25日に TBS 系月曜名作劇場で放映された。全2回。主演は中村徹。2016年5月7日から公開の映画64との連動企画であり、同映画で中村徹と滝藤方一は同じ役で出演している。キャスト。 群馬県警察本部警務部群馬県警察の関係者特別出演ゲストスタッフ放送日程。ありがとうございます。